玉ねぎいります？あれ、ち、お、あ、これで上司が猫をじゃらす様子をじゃらしてるほい、ということで今回はこの会社バックレル2をやっていきたいと思います。ゲームを始める。1ね、だいぶ楽しかった。お、ブラック HD なんかまたしてもブラック会社に就職してしまったわけだね。ステージ1、気になったものをタップしてみよう。ゲットしたアイテムはスワイプすると使えるぞ。そしてどこに行っても同じような上司がいらっしゃるのね。それとも一緒に移動してきたんかなよし、鍵、まあ、なんか同僚っぽいのはちょっと違っとったけど、バックレ成功。はい、ステージ2。お、いなくなった。何、なんか書類の山が。お、何、何のスイッチ、めっちゃ気になるんやけど。押すよ。これあれやね、絶対鍵使って外に出たら上司おるパターンや。こっちやね。バックレ成功。そんなところがあるって上司は知らんのかなはい、ステージ3。なんか縦に長細くなったね、会社。なんか1の方は3列あった気がするけど。なになになに、ゴルフパターやってんの。はい、どうぞ。あれ、打たないんすか。あれ、打たないんすか。あ、打つ、打つの。ん、打たないの。打てよ。出てっていい。出ていけた出ていけたよ。ほい、ステージ4。すぐ後ろに鍵があるけど多分違うんだろうな。これは何、あれやん、なんか鉄板焼きのやつやないこれはなんかのスイッチ。お、はい、おっちゃん。そしてスイッチは扇風機。あ、これで匂いをあっちに届けて。女の人こんな感じなんや、今回の。めっちゃ行列できてる。これで鍵を取れます。え、取れたけどさ、上司並んでんやけど、ちょっと大丈夫？うわぁ、なに？なんか怒られた。おつぼね様みたいな感じかな。まあ、とりあえず、取っていきまして。いいな、美味しそう。ちょ、間違えた。めっちゃ美味しそう。いいな、いいな。はい、これでみんな並びます。並んでる間に私が鍵をゲットして。でもこれ絶対見えるやんか、横でか、なんか扉が開きよるのとか。これどうすればいいんかな。女の人なんか怒られたし。ん、これで出ていけばいいんかな。あ、出ていけた。しかもちゃっかり食ってる美味しそう。え、あれ前の会社のカップルじゃない、違うまさかのまた近くの会社？ステージ5。なんか会社の中に木が生えた。あれ？ここの上司は髪の毛あったんやっけ？ちょっと待って。絶対なかったよね。やばい！手に入れてしまった栄養ドリンクを。くそー、残業。ちょ、待って。一番下は違う。お、これ扇風機のやつやね、きっと。これで、かわいそう。かわいそうだよ、なんか。取ってあげたいけど、ごめんね。バイバイ。はい、ステージ6。書類の山が。この、お。え、シュレッダーにかけたら怒られた。怒られた。これは男の上司と女の上司ってことかな。なるほど、シュレッダーにはかけちゃいけない。食べさせる？これなら多分音がしないからバレないはず。はい、どうぞ。ふんが。はい、どうぞ。触りたくねー触りたくねあ、めっちゃめっちゃ手洗ってる。まあそうなるよね、そうなりますよね。はい、ステージ7。これもまた別の、お、まさかの同僚がおらんパターン、初めてじゃない。どこ行った？何やってんの？今回はなんか、なんか会社の中でお祭りをやるのが流行りなの？お、100円ゲット。やったね。100円で、射的か。なるほど。
これは。やったー、熊、え。え。何、何をすればよかったの。豚。なんかあれやね、前の会社に比べてパソコンがでかい、気のせいかな、気のせいかもしれん。気のせいかもしれん。はい。こっちで。イエーイ。なんなん、どっちにしろ怒られるやん。どうすればいい、何。同僚、同僚を狙えばいいの、これは。はい。お、鍵。悪く思うなよ。めっちゃ悪役な感じ。はい、ステージ8。お、上司がいないぞ。なんか落ちとるけど、これは取っていいものか。あ、かわいい猫たち。餌？これ猫、玉ねぎあげちゃいかんよね。玉ねぎはあげちゃいかん。なんか体温調節ができんなってね、お亡くなりになってしまうらしいけん。よし、じゃあここに。お、いなくなった。めっちゃ食べてる。かわいい。え、かわいいけどさ、これでどうすればいいの？今何もできないんだけど、玉ねぎ。玉ねぎ。お？玉ねぎいります？あれ？ち、お！あ、これで、上司が猫をじゃらす様子を、じゃらしてる。じゃらしてますね。で、この隙に。可愛いもの好きに悪い人はおらんと思うよ。はい、ステージ9。何あれ？何あのマネキン、怖いんだけど。そしてなぜラフレシアが咲いてるの？う、危ない。お、カツラ。カツラをかぶせる。お、匂い。おお、まさかの。まさかのそういう感じ。ラフレシアって臭いんや。んー、でもなんか、まあ、確かに、ポケモンで言うと進化前は臭い花やけどさ。ほいー、ステージ10。お。この中には斧が入っていると見た。よし、斧っていうか、ナタかな？え、そういう。見た、私は見た。一番右だった。そっかそっか、サクサク切れちゃうのか。よし、じゃあこれで。かぐや姫ゲット。これどうすればいいの？座らせる？あ、月。お、かぐや姫が月へ帰って行ったけど？帰って行ったけど。で？あ、鍵！置いてあった。置いてあった。え、そこ？そこ？なるほどね。なるほどね。ステージ11、別の建物に移ったね。何？なんでそんな怒っ、おばあちゃんが、おっと、これ逆にさ、ちょっとこの上司も女上司から怒られてて、なんかビビって隠れてるんじゃないの？違うの？ピー、ちょ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 、目の前でめっちゃ休むやん。違うやろ。このお茶を多分、はい、どうぞ。お、やった。これをどうすればいいんかな。ここに置けばいいんかな。置いたけど、さらには飲まない。あー、なんかめっちゃ休憩中。はい、ステージ12、ウォーター。なに、怖い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 。なに、水分補給ぐらいさせて。そこまでブラックですか？それか上司の水やったとか。え？なんか取り合いになってるんだけど。そして後ろにいる女の人。取っちゃいかんのか。でもこの花に水分やりそうな感じなんやけどな。こっちにあるんか。なにこれ？ビールやん。え？それこそダメじゃない？これやる？違うよね。ビール飲んでる。うわ、酔っ払ったよ、この人。はい、水をやります。お、やった！どういう仕組み？鼻の中から。怒られてる！あれなんやね、今回はさらに上司の上にちょっと怒る人がおるみたいな。はい、ステージ13。え？え？何？同僚どうした？なんか、え？
なんかヤンキーになったんだけど。お、暴走族。おうおうおう。そりゃあね、上司もね、ちょっと現実逃避したくなるよね。何？またがったぐらいで、私のじゃないんだからさ。え、これは、モヒカン。モヒカン。お。うわ、なんか、ぶち壊してったんだけど。そして一緒にバイクで走ってく。仲間？仲間だったの。はい、ステージ14。元に戻ってる。何これ、ハンカチ？また、なんか、あ、これを磨くんだな。はい。それ？真ん中のじゃない？磨くの。ねえ、だって他の2つピカピカやもん。磨くなら真ん中でしょ。ちょ、待って。持っていく場所がおかしかったんかな。これこれ。ほら、ピッカピカに。イエーイ。願い事は鍵です。鍵をお願いします。お、なんだ？ここに。違うな。こっちか。あ、魔法の絨毯になった。すごい。それで、そのまんま連れてってくれたわ。ありがとう。ステージ15。なんか、脚立？脚立っていうか、ま、なんか、台。あ、雲。お、じゃ、これで捕まえよう。捕まえて、こっちに戻してあげる。ん？雲の糸。お、雲の糸で脱出。何に、何上司も脱出しようとしてんだ。はい、ステージ16。みかん。あとは、お、これはリモコン。ね、二人揃って怖いよ、怖いよ。みかん。で、テレビ。これで多分、はい、落ち着いてる。めっちゃみかん食いよりやん。じゃ、出ます。なんだかんだ仲いいんじゃないの、あの二人。はい、ステージ17。スプーン。ねえ、ここにいるのか、くそー。はい、スプーン。誰？え、誰？何？怖いんだけど。え、開けて閉めることしかできない。何？殺人事件じゃないよね。え、これはもしや。これはもしや。うわー、変身した！変身したよ。戦ってくれるのかい？あれ？いや、このスプーンはね、あ、ゲットした。ゲットしちゃったんだけど。そう！お！お、いけいけいけ！さすが！ありがとう。誰か知らないけど。何？二人で一緒に倒したみたいになった。はい、ステージ18。え、めっちゃ鼻ちょうちん作りながら寝よりやん。やば。何これ？ん？何やろこれ？サングラスの片割れみたいな感じ？わからんけど。あ、絶対これの。え、3D メガネ？何何何？あ、ここで。あれ？栄養ドリンクや。ん？これは何？何の箱だい？ん？ 3D メガネ。え？これをどうするの？全くわからないんだけど。 3D メガネになったから何なんだ？ん？何なんだ一体。あ、ゲットできた。じゃ、ここに座らせて。はい。おー、え？そんな、まあ確かに寝て起きた状態じゃびっくりするかもしれんけど。ステージ19。誰？何？誰なの？ここで何かを捕まえる。ちょっと待って、こっち。何これ？池の水を抜く。おー、なんかいる。カツラあるよ、ここに。いやー、噛まれた！なんかめっちゃ気に入られてるんだけど。これは、するべきなんかな？それともこれで吸ったんでいいんかな？そして、とりあえず渡す？
違うのか。あ、なるほど、これで取るんやね。で、この子を入れる。あ、なに？なに？それが好きなの？あ、じゃあこれで出ていけるわけだ。イエーイ。なんで同じ服着てんの？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。